Stop it. Get some help. オープンワールド RPG 原神公式番組原神キャストゲームブーどうも皆さんこんにちは。トーマ役の森田正和です。どうもユーミヤ役の上田かなです。よろしくお願いします。お願いします。さあ、ということで、この番組はですね、原神のキャラクターボイスを務めるキャストがですね、テイワットを旅したり、様々なことにチャレンジしたりして、原神の楽しさをお届けする番組でございます。そうです。なんと前回はですね、主人公コンビ。そうよ。すごいですね、結城葵さんと、はい、堀江俊くんが担当ということで、もうピチピチの二人がやったわけですけどね。そうなんですよ。今回は、大概芸歴が増えてきた二人が。キャリアを重ねた感じなんで、今日はちょっとしっとりとした感じの放送を送りたいと思うんですけど、多分しっとりにはならないと思います。、それはこれから見ればわかります。ということで、今回は稲妻キャラの2人で番組を盛り上げていきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。はい。さあ、ということで、私たちの事前に、原神プロフィールというものを書かされました。書かせていただいた。あははは、書かせていただきました。まずは上田さんのプロフィールがこちらです。これです。はい、そうですね、私のゲーム今こんな感じでやってますよなどというクエスチョンにお答えしているんですが、はい、まずクエスチョンの1、現在の世界ランクが7です。 7? そうなんです。これも一番最高で8。おだから上から2番目かな。すげえじゃないですか。まあね、やってると思うんだけど、私の体感では中の中ぐらい。え、どういうこと。じゃあ8は何。いや8の中なんかね、7と8の間って結構ね差があると思うのよ。もうその蜂の中でも天井人みたいな人たちがいて、ガチ勢っていうのがやっぱいるんですよね。え、うん、嘘。7で中の中、うん、中の中ぐらいのイメージですね。やってるとやっぱそういう風に思う。やってるとそう思う。怖、うん、そのランキング7のランキング、はい、世界ランク7ですね。なるほど、 Q2。 そう、 Q2 は、はい、まあ、好きなキャラクターは、はい、これね、勝利です。あら、勝利ご存知ですか。はい、このキャラクターです。リーウェっていう稲妻の前の世界で、はいはい、うん、中心人物になるキャラクターなんですが、うん、このキャラがね、私の一押しキャラで。どこが好きなんですか。もうね、強い。すごい。まあ、キャラクターももちろんかっこいいんですけど、はい、やっぱプレイしていて強いキャラクターってね、どうしてもね必要なんですよね。あ、なるほど、うん、それはもうだから実益を兼ねて好きってことですか。あ、もうそうなんですよ。私どちらかというと、はい、キャラ愛よりも性能愛の方なんですよ。あ、いやらしいでしょ。そうなんですよ、ね、声優さんは結構キャラ愛勢が多いんですけど、はいはい、どちらかというと性能愛なので。マジでガチですね。はい、クエスチョン4、はい、原神をプレイしていて楽しい瞬間ですね、うん、これね、いろいろありすぎて数えきれないんだけど、うん、一番はやっぱりストーリーだと思うんですよ。ほうほうほう、まあ、原神のストーリーってなんか自分たちで言うのもなんですけど、うん、めちゃめちゃ面白くないです。面白いです。面白いし、はい、で、キーポイントで入ってくるムービーがめちゃめちゃ綺麗なんですよ。そこも原神の大きな売りの一つですもんね。そうなの、うん、やっぱそれがプレイしていて一番楽しい瞬間ですかね。やっぱやってる時、そのムービーをこう見たいから続けるっていう部分も大きい。もうある、うん、かなり大きい。そう、イベントでもね、ムービー流れたりするんですけど、期間限定のイベントなのに、この力の入れよう何っていうようなムービーも流れたりして、なるほど、目を離せない感じ。あー、ちょっとそれは楽しみですね、うん、そして最後の質問いきましょう。最後、マルチプレイでやってみたいことはありますか、はい、うん、これね、テンプを上げる作業がね結構難しい、はい、我々そのキャラクターって、はい、自分のそのキャラクターを強くしていくために、うん、素材を与えて成長させていくんですよ。あ、そうですね、はい、でその作業がかなり大変。そうなん、その素材集めもやっぱり楽しみの一つですか。楽しみの一つではあるんだけど、はい、まあ、瞬間にレベルを上げられるわけじゃないから、はい、結構大変なんです。僕はね、素材集めってのは苦手なんですよね。、はい、苦手ですか。苦手なんです。その辺が分かるのが私のプロフィールに書いてあると思います。見たい、見てみましょう。私のプロフィールこちらです。
原神未プレイの状態でこの番組は実は来ているという今ここで言いますけど、そうですね、主人公2人もプレイしてたから初の未プレイかもしれない。そうなんですよ、びっくりだから嫌な汗しか今流れてないんですけど91気になるキャラクターいますかというと、神里綾人、これ最近綾人の登場するストーリーをですね収録行ったばっかりなんですよ。そうなんですよ、今ちょうどね、やったばっかりなんですが、これはね、劇中の中でね、トーマと本当にねリラックスした雰囲気で過ごしていたんですよ、それがなんかとっても素敵で、雰囲気がすごく素敵なんですよ、それが僕大好きだったんで、あえとに一瞬にしてこう心を奪われると、なんでちょっと神里家に関しては僕はかなり推してますね、推しですか、これはもう推しの推し兄弟ですから、こちら普段ゲームプレイされてますかって時々なんです、で好きなジャンルが格闘ゲーム、はい、レースゲーム、はい、アクションゲーム、はい、パズル、結構やってる、やってるんですけど、これに共通するもの何か分かりますか、これに共通するもの、格闘、レース、アクション、目まぐるしく動く、あーそうですね、目まぐるしい、そしてすぐ終わる、あー一戦一戦短いってこと、短い、それゆえに先ほど言った素材集めが嫌いなんです。あーこれね、原神それの対局を行くゲームでして、そうなんです、原神はもう広くて深くて、でしょ、そこが見えなくて、いつまで経っても終わらないゲームです、ほらだからその中でそんな僕がここに来たわけですよ、原神と真逆の立場を立ってるこの僕がこの番組のスタッフもよく俺をキャスティングしたなと分かんない、でもあの長くプレイできる最初のゲームが原神かもしれない、そうなんですよ、だから今日はそれを僕にそういうこの原神の薫陶を受けさせて、うん、僕がこの原神をこの放送後に始めるかどうかというのは上田さんとスタッフの皆さんの手腕にかかってる、そんな重い使命課せられてんの、課せられてますよそうですよ、で僕完全に今日アウェイですからね、はい、そして4つ目、意気込みや希望などがあればということで、ここも非常にふわっとしたこと書いてます大変楽しくトーマを演じております昔からあまりゲームが得意でない私なのでなかなか原神に手を出せずにおります、今回の番組出演で原神の素晴らしさを歴戦の旅人さんたちに噛んじゃった教えていただきたいと思っておりますかしこという感じでございます、はい、真面目真面目です真面目真面目です、このアンケート答えの大変でした、ね、なので今回このプロフィール読んでいただけて分かりますけども、今回はもう僕はこの原神の良さ素晴らしさというのをもう初心者に分かるようにやる番組を僕が経験をしたいというよろしくお願いしたいと思います、はい、楽しみましょう、はい、というわけでございまして、今回も原神の魅力たっぷりお届けしたいと思います、よろしくお願いします。この番組はぽよバーズの提供でお送りしています、原神キャストゲーム部、旅人たちの稲妻旅を振り返ろう、イエーイ。さあ今回はですね、上田さん、はい、朗報でございます。何？今回ですね、上田さん先ほどこのムービー非常に見どころだと、うん、それです、原神の見どころの一つだと、うんうん、これを見たいがために私は旅を続けてるんだと、そうそうそう、ご用意いたしました。え、本当？はい、今回は稲妻キャラが2人揃えましたので、はい、稲妻編の魔人任務第2章を振り返りながら、トーマと宵宮の登場シーンとともにですね、はい、その他激アツムービーを見ていこうじゃないか、おい本当かよそれという企画になっておりますありがとうございます、いやもう皆さん分かってらっしゃいますね、もう落語始めるのやめてくださいよさあだからですね、いやいや本当にそうなんですよ、え、お兄さんそうなんですか、え、そうなんだ、面白かったね、あ、知らなかったね、じゃあまずはね、トーマなんだ、あ、トーマやりますか、ね、あ、そうですかございまして、トーマでございます、まずはリーユエでの旅を終えた主人公とパイモンは、はい、船に乗って鎖国中の国稲妻に到着したところで早速トーマが登場します、まずはこちらの映像をご覧くださいきれい、男主人公視点で私初めて見る、あ、そうなんですか、そう、私女性主人公でやってるから、あ、違うんだ、うわ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 、あー、おー、はーい懐かしい、おしゅー
ネボいいですね。本当に綺麗な絵。そうなの、めちゃめちゃ綺麗の。夕焼けですか。夕焼けだね。わ、綺麗。これが稲妻ですね。あ、いいなこれ。光の反射がめちゃめちゃ綺麗、ね。綺麗ですね。ん？お、来た。ま、お。やっと来た。リーユへの姉子、待ちくたびれてたところだよ。これ僕トーマの第一声ですね。二人の密航者、ああいや客人というべきか。このトーマの第一声すごく緊張してるのなっていうのは僕の耳にはよくわかります。そうなの。皆さんは気づかないかもしれませんけどね。すごいですね。トーマはあの鎖国中の稲妻で外からやってきた主人公たちを案内してくれる超重要キャラクター。そうですね、最初に出会うのがトーマですね。トーマで、うんうん、でトーマがいないとなんか主人公たちはこの場所から出ていくことができない。そうなんですよ、まあ、この後一つ何かこなんなんていう事件を解決して、はい、あの新しいエリアへ行けるようになるんですよね。なるほど。でトーマはじゃあこんな優しい顔をしながら、うん、旅人さんたちをせき止めてるという。トーマが悪いわけじゃないんですけどね。トーマが助けてくれる、出るの。なるほど、うん、かなり森田的には原神にこう寄ってくる感じが少し。そうですね、早い、今だいたい125ぐらい。 125? どういうこと？それ どの範囲？全部 1000% 下がると 10% 分の1じゃん。 1000% ですよ。じゃあちょっと次の方行きましょうか。はい、はい、そしてですね、稲妻をトーマと旅する中で旅人は、稲妻の人たちがメガリレーに苦しんでいることを知ります。そうです。これね、稲妻に住む人々は原子力の源である神の目を、はい、国の統治者である雷電将軍によって押収されているという。そうなんです。旅人はそんなメガリレーに対抗することを決意するのですが、そんな矢先旅人は神の目の押収現場に出くわします。事件現場ですね。事件現場です。神の目があることによって結構重要な力が出せたりするんですけど、それを取られちゃったら、まあ、記憶をなくしちゃう人もいたりとか。ダメじゃないですか。そうなの、性格が変わっちゃう人もいたりとか。じゃあもう絶対に取られちゃまずい、取られちゃまずいものなんですよ。あ、それを取られる押収現場に出くわすと。そう。でこれが良い目の登場シーンということなんで、ちょっとそのじゃあ事件現場の方行ってみましょうか。現場の良い目さんお願いします。ちょいちょい、現場の良い目です。良い目さん、そっちの方はどうなってますか。やばいっすね、なんか怒りそうっすわ。緊迫の、はい、よこっち来。なるほど、しっかりとちょっとレポートの方お願いします。はい、まあ、主人公たちが何かに巻き込まれそうだったので、はい、こっち来いよと影に呼び寄せました。ちょっと待って。完全にビーバップハイスクールみたいな。いや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 、助けたんですよ。助けたんですか。助けたんです、はいはい、ちょっとお前来いよって。体育館裏来いよみたいになってますけど。そうなんですよね。不穏な状況なんですね。不穏な状況なんですよ。あ、これが神の目ですね。これ神の目です。これ取られちゃうと大変なこと、大変なことになるんですよ。まあ、神の目は、はい、あの国によって違うんですよね。そうなんですか。そうなの、そうなの、形が違ったりとか、まあ、あの自分 あのなんでしょう、元素によっても違いますけど。はははは。ユイミヤは赤ですね。なるほど。トーマも赤だよね。トーマ赤ですね、あ、これみんな、じゃ あの旅人さんも含めてみんな持ってる。旅人はね、持ってない。持ってない。そう、旅人は神の目を持ってないんだけど、うん、なぜかその元素の力が見える、使えるっていう特殊な人なんですよ。すごい人なの。そうなの、すごい人なの。なるほどね。でもそんな取られちゃまずいものまずいんですよね。これから始まるわけですね。自己紹介はまだやったな。うちはヨイミヤ、この長野原花火屋の現店主や。普段は花火を作って生計を立ててんねん。よろしゅうな。
さあということでございまして、今ご覧いただきましたけれども、はい、旅人は宵宮と出会いましてメカリレーに対抗して投獄された協力者、うん、正勝先生を救出するために、はい、このまま正勝先生救出のために獄中に乗り込もうという。そうなんですよ、すごいっすね、いきなりちょっとどんな風になってるのか、こちらのシーンご覧ください、どうぞ。来たぞ、早く隠れろ。あ、もうこの辺はもう悪い、うちのせいや。まだ隠密で動いてますね。心配せんで、うちの失敗はうちが取り戻す。さっき準備しといたとっておきで。この色合いだとかデザインも本当素敵です。あ、あげた。そうなんです。ついね。ついね。ついね。ついじゃん。あそこで何か爆発したぞ。誘導ですね。あ、なるほどね。どこで音がしたぞっていうやつ、ね。花火？見に行くぞ。花火じゃなくてもなんかあるでしょう。なんか。手持ちがね、花火しかなかったんでしょ、ね、普通なんかこう石投げたりとか、ね、そういうので何だ、まあ、石よりはね音もするので、誘導するにはいいかもしれない。花火の使い道は祭りだけやないで。花火上がりましたけど当たり前や。これで救出できるのか。こいつはうちの自信作なんやから。見張りを誘導で、はい、あ、もっと始まっちゃいましたね。開けすぎやこれ花火大会じゃないですか。花火大会完全に。よいみや、ただ上げたかっただけですよね。誘導させてあげて驚かせる。足止めも兼ねてます。そうか、それちょっとうまい考えだもんね。無意識のうちにちょっと耳やりたくなってもったんや。なんだって、今奴らは聴覚を失ったってこと。聴覚は失わないですね。しばらくね。なるほど。でこの後ですね、無事潜入成功して旅人一行はですね、正勝先生を救出することができました。おめでとう。おめでとうございます。いやでもやっぱりやりすぎな感は否めないかなまあそうですね。でも宵宮はああいう感じなんですね。そうなんですよ、やっぱ花火師なので職業が、はいはい、花火を使ってみんなを楽しませたり、うん、戦闘したり、うん、そうアクションでも花火を使うんですよ宵宮は。武器として使う。武器として、はい、演出かな、うん、見事正勝先生を助け出した主人公たちなんですが、うん、なんとトーマと彩香と一緒にまさににぎにぎしい、うん、祝賀会をする。そうなんですよ。これどういう祝賀会になるのか、ちょっとこれ現場呼んでみましょうか。現場のトーマさん、祝賀会どうなってますか、お願いします。まさか普通の食材を入れたのが。お鍋ですよ。そうなんですよ、これね、台本読んだ時に大丈夫なのかなって思いました。まさかの闇鍋でしたからね。そうなんですよ、ここまでトーマ、うん、かなりいいお兄ちゃんなわけですよね。そうね、うん、気さくないいお兄ちゃんで、うん、ここでいきなり崩れてきたんだね。でも僕的にはすごくそれが可愛いなと思ったし楽しかったんで、うん、演じる上ではここはかなり全力でやりましたね。ギリギリのところつきましたね。ギリギリのところね。でもこれね、あの視聴者さんというか、うん、普通にプレイヤーさんの中でも選択肢選ぶのめちゃめちゃ楽しかったみたいですよ。あ、そうなんですか、うん、あ、じゃあ旅人さんたちみんな結構闇鍋が好きなの。闇鍋がね、好きになったっす。あ、なるほどね。もしかしたら実際やった人もいるかもしれないね。絶対やめた方がいいっすよ。いやでもね、原神の世界ってお料理もすごいんですよ、はい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 、お料理ができる、あ、そういうボイスも撮ったかもしれないんですけど、はいはい、お料理も やるのも楽しいし、出来上がったお料理の美味しそうさやばいんですよ。あ、ほらほら、今ちょうど出てたんですけど、ね、湯気が立ってたりとか、はい、自分でその作って食べれるっていう、まあ、一種の修行だと思えば問題ないさ。そういう ミッションみたいなのもあったりして。そういうのもある。あるんですよ。まあそりゃそうでしょうね。そう、鬼ごっこもあるぐらいですからね。あのね、ストーリーシーンとかに出てくるお料理の映像が美味しすぎて毎回見捨てろされる。この俺だ。まあ一応その祝賀会でほっこりしたところなんでございますけども、はい、その翌日ですね、トーマが天領奉行の者に捕まったことを知りまして、旅人がトーマを助けに行く。やっと何かこう、はい、RPG 的な要素がここに来て来ました。その緊迫の状況、映像続きご覧ください、どうぞ。はい、あー、BGM もシリアスね。いやー、トーマがー、ここは僕びっくりしましたよ。驚きました。これは怖いんですよね、この時の将軍が。ないでしょう、これですね。これです、アップルちゃん。
こいい。かっこいい。かっこいい。ヒーロー着地です。うん。あの嫌そうな顔。ね、うん。ライデン将軍。かっこいいんですよ。美しいなと思って怖いですよね。綺麗すぎて怖いんですよね。原子力を扱える。なんせ空中歩いてくれましたね。あなた。レイグ。レイグ。それは永遠の敵。雷をまとってるんですよね。もう強そう。勝てない。でも、パーティー。立ち向かう。いやー、まさかのここから剣が出る。そうです。映像ほんと綺麗だな。めちゃめちゃ綺麗なんですよ。あなたを心臓へとはめ込みましょう。あー飲み込まれた。映画です。見入ってしまうということでございまして、はい、稲妻の統治神雷電将軍に立ち向かう旅人果たしてどうなってしまうのか、はい、その続きはぜひ皆さん手でプレイして確かめてくださいね。そうですまあ最後までね見せないんですよね。ちょっと僕これこの先知りたいです。そうここからがもうほんとやばいの。これやばいんだ。これやばい。これやばい。なるほど。ここからねまだねだんだんだって3段階ぐらいあって、はい、もう3段階に来た瞬間にってなる。そんなんなる。もうすごいなる。稲妻は特にストーリーが濃くて、うん、もうキャラクターも深く掘り下げて面白いので、はい、ぜひ皆さんプレイしてみてください。ちょっと今僕のやりたい度は今350だいぶ増えた。いいね。じゃあその増えたのを維持したまま、はい、第2章のストーリーやトーマ、うん、宵宮の魅力を今お伝えできましたので、はい、最後にねちょっとだけ、うんうん、稲妻の街を実際に探検してみましょう。ついに、はいはい、よろしくお願いします。原神キャストゲーム部。はい、現在私たちは稲妻の離島というところにいます。はい、ここから城下町と稲妻城をつなぐ橋まで森田さんと行ければと思うのですが、操作は大丈夫でしょうか。まあ、多分ここ今コントローラー渡されましたけど、僕初めて今トーマを動かしてみますよ。動かしてみましょう。はい、あれこうですか。あ今ねとりあえず×を押さないと動かないですかね。はいはいはい、今僕の原神プレイ初めては×ボタンからです。これ私です。はいはいはい、これはなちゃんね、はい、はいはいはい了解です。まあ森田さん初心者なので、はい、稲妻の離島から城下町を歩いて天守閣の下まで目指せればと思います。天守閣。そうなんですよ。お城ですね。お城ね分かるかな。どこお城。ね影見えるかしらここから。あありますね。ね あれかこのね右のこの丸いレバーで視点が変えられるんですよ。はいはいはい、こうですね。あそうですそうです、はいはいはい、それでぐるっと見てもらうと遠くあの霞んで見えるあそこあの雲のとこにかかってる。あそう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 、あれか。あの城ですね。え遠くないですか。まあ、まあ遠いです。じゃあ僕待ってるんでここで。いやダメ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 、一緒にのんびり歩きながら行きましょう。あ分かりました。じゃあ、まあ、ちょっと遠いので、はい、スムーズに森田さんがゴールできたら、はい、視聴者さんにプレゼントがございますのでしっかりお願いします。優しすぎる。今までこんな番組があっただろうか。皆さん歩くだけでプレゼントがもらえる素晴らしい番組ですね。うん、皆さんのためにちょっとゲットしたいと思います。お願いします。はい、じゃあ行きましょう。じゃあ歩いて行ってみましょ う、行きましょう。あそこですね、稲妻城ですね。走っとるやん。歩いてないやん。あでもこれね、まあまあまあ、まだ走ってんだけどさらに速く走れます。えこのね、この右のこのボタンを押せば、はい、さらに速く走れます。ダッシュです。これ来た。おお、いいですね。ほほほほほ。マップは、はい、この左の L のボタンを押しながら、はい、矢印、あレバーですね、右のレバーを下へ、はい、あそうです、上手です。出ました。嬉しい先生。教えてから先生。まあ、我々がいるところがこの四角の青い四角ですね、はい、でカーソルを動かしていくと、はい、こう右下に行くと、遠いやここが天守閣です。まあ、その天守閣の下ですね、ここまで行きましょうか。
ここまで。そうなんですよ、はい、まあ、歩けばたどり着くんですけど、はい、道中にはヒルチャールが結構いますので積極的に倒していきましょう。敵ですね。あ、敵です。まあ、私は自分でもプレイしてますので今日はサポートしながら行ってきたいと思います。ははは、じゃあ行きましょう。私が前に行ったらもうすぐ終わっちゃうから森田さんの後ついていきますからね。敵がどっかにいるんですよね。じゃあね、ここね城下町なのでここにはまだいないです。ここにはいない。あ、じゃあもうここはもう安全に。そう、安全地帯ですね。しかしこれ見た、すごい、お店もある。そう、今ね特に姿の彩り祭っていうお祭りをやっていて、はいはい、稲妻の町がいつもより賑やかなんですよ。綺麗だ、綺麗だね。どっち行こうかな。こっち行ってみようかな。こっち行きます。違います。これ何ですか。ここ、ここはですね、よいしょ、この位置ですね、はあ、なのでまず島をね抜けないといけないですね。なるほどね。そう、迷った時はこうやってマップを開いて行くんです。なるほど。じゃあ今僕迷ってる状態ですね。迷ってる状態ですね。人生に迷ってる状態ですね。じゃあ常に同じですよ。常に街を出ましたよ。あ、出ましたね。あ、出たってことは、うん、これから敵がヒルチャームが出てくるということ。出てくるかも。あ、でもここ、こういうねカニとか捕まえられます。え、さっき言いましたね。言いました、言いました。で、このキラキラしてるのは素材です。あ、取ってますね。取った方がいいですね、素材を今。あ、やば、ランクを開く。なんか取った。なんだこれ。あ、あ、すいません、素材泥棒しました。なんて敵に会いたいな。会いたいですね。もう格闘ゲームが好きだからやっぱり敵に会いたいんですよね。ここは白虎の野ですね。キツネさんがいたりします。綺麗な狐さん、綺麗なこのお花が、なんかあの実際にこのムスカリという植物があるんですけど、それにそっくりです、ね。詳しいですね、お花。そうなんですよ、家でムスカリ育ててる。え、嘘でしょ、園芸やるんですか。いや園芸、園芸言うな。いや園芸じゃないですか。園芸ですね。すごい。僕そういう、僕そういうの園芸で育て芸ですから、言ってみよう ねちょっと意味わかんないです。実際の育て芸。お、でも目の前に稲妻城見えてきましたよ。あ、本当だ。はい。じゃあざっくり向こうでいいんだ。ざっくり向こうで大丈夫です。ざっくり向こうだ。よし。走れ走れ。あ、あれです、ヒルチャール。あ、こいつ。うん。え、倒します？やってみよう。やっ、やべ。頑張れ頑張れ。やべやべ。手伝おう。よ。え、すげえ。いざ。そう、もっと簡単にいけるかと思った。あ、いいですね。これ森田さん、三角ボタンを押すと、はい、今必殺技みたいなのを使えます。そうです、元素爆発と言いますね。なるほど。あ、なんかすっごいですね、ぐるぐる回ってますね。ぐるぐる回って。私は弓なので弓で攻撃します。トーマは槍かな、それ。そうですね、矛のような感じですね。おー、頑張れ、ね、頑張れ。あ、かっこいい。こんな感じです、戦闘が。で、このキラキラしたの素材なので取ってた方がいいですね、はい、なるほど。結構素材ありますよ、取ってきましょう。だからこれが、あれだよな、方法が分からなくなってしまう。あ、そうです、そうです。オープンワールドだから、その近くのやつ取った方がいいですね、今。近く。あ、そう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 、はい、この辺の素材。 あ、戦闘始まってる。ええ、なんかやりますね。いたんです、すいません。あの、いいですよ、自分の前にいたんで。どうも。俺の進む道を邪魔するやつは全部ぶった切ることにしてるんですよ。すいません。こいつ潜ったりするんだ。そう、潜ったりするんですよ。結構厄介な敵ですね、最初は。なるほどね。よっ、でもなんだかんだ言いながら、うん、ちょっと近くなってきたか。そうですね、もう2エリアぐらいありますかね。なるほど、ちょっと先急ぎましょうか。先急ぎましょう、はい、稲妻城のエリアに入りましたね。おほほ、ってことはこれが今見るとこっちかな。天守は、天守は今影になって隠れてるかな。こっちでしょうね、これでしょうね、きっとこっちの方だろう。そういう時はマップを見て確認できます。ね、またね、そのマップをね出すのがね難しいんですよね。そうなんですよ、押しながら下。あ、そうですね、正解。これでこっちか、なるほど、はい、はいはい。稲妻の城下町なのでね、おしゃれですよ、この辺は。
ここはなんか刀鍛冶のような人がいたり、すごいな。これ全部お店だったりするわけですね。お店です。買い物ができたりするわけですね。買い物もできますし、ご飯食べたりもできますね。ああ、なるほど。上田さんの好きな、そう、お料理できますよ。飯テロが始まるところですね。飯テロ始まります。わ、綺麗。綺麗ですね。花びらが舞ってるんです。いいな、ちょっと堪能してんな。これそうか、自分でプレイすれば全部一軒一軒巡れるんだ。巡れますし、おしゃべりできますし、買い物したりできますね。ジョークかな。は？あれ？ゴールが近づいてきました。あ、これさっきあれですよ、トーマが捕まってた場所ですね。ライデンの、うん、ライデン将軍のところですか。あ、そうですそうです。あれ？あそこで縄になってた感じですね。ってことはこの辺りがもうゴール近くなってきたか。お。行くで。お。ここでーす。ここがゴール。ゴールでーす。やったー。イエーイ。え、全然スムーズだったんじゃないですか。全然スムーズでしたね。戦闘モード余裕でしたよね。やってました、うん、これ多分ね、今まで世界で一番簡単なイベントをクリアした、はい、いや思ったよりスムーズで、あんま教えることなかったですね。マジですか、はい、でも本当なんかあの景色がとにかく綺麗なんで、うんうん、逆に先に進みたくないっていう衝動の方が高かったです。いろいろ寄り道したいですね。寄り道したくなりますね、これはね。スムーズに到着したので、はい、チャレンジクリアです。イエーイ。見事クリアできましたので、はい、視聴者の方にキャラクターアクリルスマホスタンドをランダムで5名様にプレゼントいたします。皆さん僕に感謝してください、はいそうですね、はい、森田さんのおかげです。感謝してください。はい、応募方法は、はい、Twitter の原神公式アカウントのフォローをして、うん、ハッシュタグ原神キャストゲーム部を入れて、うん、番組の感想をツイートしてください。当選連絡は DM にて行いますので、うん、DM を受け取れる設定にしておくことを忘れなく、うん、どうですかね、僕今回初めて自分でやってみましたけど。あ、もうバッチリじゃないですか。大丈夫ですか。はい。ってことはこれ僕ランキング的にはもう7とかいっちゃってますか。ランキング、世界ランク。あ、世界ランキングですね。世界ランク、まあ、まだ2ぐらいですか、ね、でしょうね、まあ、歩いただけですからね、まあ、7はちょっと言い過ぎですね。歩いただけですからね。いやでも本当にやってみて滑らかだなと。そう、滑らかなんですよ。非常に滑らか、うん、エリアチェンジの切り替えとかもなくて全然なかった。ずっとその走っていけるというか歩いていけるんですよね。昔だとエリアチェンジするときにナウローディングがかかるじゃないですか。そうナウローディングないんですよ。ないですね、ちょっとびっくりしました。ありがとうございました。原神キャストゲーム部。さあ、というわけでここでですね、原神からのお知らせになります。トーマとこれユイミヤ持ってます、うん、これ祈願って言ってキャラクターをゲットした時に出るエフェクトですか、うん、それがこうやって描かれているアクリルスタンドになってます。綺麗ですね。綺麗ですよね。はい、こちらが登場予定でございます。はい、そしてまたですね、キャンプいっぱい食べなきゃいけない、ね、いっぱい食べてコンプリするには。そうなんです。でもこれで、ね、ここであのちゃんとしっかりと栄養をつけて原神プレイに臨んでいただきたい。そうね、まあ、お友達と行って交換するのも楽しいかもね。それもいいかもしれませんね、うん、ぜひぜひ皆さん注文してください。その他グッズも続々登場予定でございます。皆さんお見逃しなく。ちょっと今回大変なのかなと思ったけど、うんうんうん、やってみてちょっとハマってきて。あれですか、350から500ぐらい行きました。気持ち的には今、あの表立っては350って言ってますけど、うん、ぶっちゃけのところで言うと今725。めっちゃ行ってんじゃんさあ、ということでございましてですね、なおこの番組内でプレイしてほしい内容などありましたら、はい、ハッシュタグ原神キャストゲーム部をつけてツイートをしてください、次回番組の予定も決まりましたらまた公式ツイッターなどでお知らせしますのでお楽しみに。はい、次回はいよいよ稲妻の島々を観光していきますよ、うん、楽しみ。お、ついてきてくださいね、森田さん。観光ですからそうです、観光は怖いことないでしょそうです、いいとこいっぱい紹介しますので楽しみにしててください。ゴートゥー原神かっこいいな、ゴートゥー原神です。次回あの観光します、よろしくお願いいたします。お願いします。では皆さん次回もお楽しみに。バイバイ。またねー。